いつこって言ってる人がもう60代になったりしてるから、うんうんうん、今高齢者施設もさ、うん、それかけて、うん、昔みたいに好きになった人みたいなのじゃないのよ、うん、だってそんな世代じゃないからもう10年もしたら70歳になって、うん、70代になってよ、うん、そうするともうすっかんってかかってるとこでおじいさんとかおばあさんがいるっていうのがBGM になるわけで、今だったらまあわかんない民謡とかさ、その昭和歌謡を歌ってくれる人が慰問に行くじゃない、うんうんうん、大田区のさ、今そういうとこ何軒もあってさ、この人があそこ行くんだろうなっていう、明らかにギター持ったおじさんとちょっとベテランな派手なおばさんと荷物持ってる人がそこにこう入っていくと、あ、今日はなんか出し物の人が来てるんだなって。そういうのもやったけど、そうだよな、慰問演奏っていうと大体あのそれこそふるさととか、うん、お正月みたいな、あの、ね、呼吸の人とギターとみたいな、そこにいる人用のやつだからさ、まさにもうそのズバリやんないと、だからもっとだったらもうみんな安藤ちゃんになっちゃうとかさ、うんうん、ディスコはもう70に入り始めてんだよ。そっか、まあそうだよな。それでそれを歌ってた歌手っていうのが実際日本にはそんなにいないだろうし、やれる人もいないから、DJ さんはこれから多分お仕事として今持ってかないでもさ、引きずってレコードでパターンでデータでできるし、で今日は皆さんの懐かしのあれを開けますねなんつってパッて開けたら、みんながわーってこんな椅子に座ってでもこうやれば健康にいいですよって、もう本当に始まってるから。なるほど。あの元 TRF のサムさんなんかは実際にもうやってるだよ、うん、あの人のちほら医療関係でしょ、ご実家が。そういう健康になりましょうねって、心をいつまでも若く見たいな、うん、あなたの今かかっているのはその音楽で癒すみたいなやつ、はい、人によっちゃさ、ヒーリング音楽なんか心機くせえもん聞いたって、うん、何にも気分が落ち込んでくるっていう人も、うん、まあ、います、いるでしょ、うん、もうちょっとジャズが好きっていう人もいるだろうし、ジャズ喫茶ってまだあるの、渋谷のなんかとこもなくなったじゃなかった、あんまりもうなくなっちゃったのかな、あの早稲田のあたりとか結構ちょっと前まであったような気がするんだけどな、あのたまにジャムセッションとかでやってるような。ああ、その人たちもお店に行かない年になってきたんだよね。確かに、だってビートルズのお店みたいの僕らの若い頃結構あったじゃない。あったのよ。あったじゃないって言われてもね。そうそうそう、あったのよ、うん、なんでこんなの日本のバンドさんがそれやってるのを、うん、って聞くお客様がいるからやってた店で、うん、ディスコはあと10年ぐらい行けんじゃん、うん、その懐かしい気持ちで暮らしたいっていう時になった時に、うん、一番マスのところでジャズはさ、そうは言ってもちょっと趣味性が高いでしょ、うん、そういうものよりは歌謡曲バーみたいなのがちょっと増えたのよ、うん、なんか昭和歌謡をかける、やっぱり今時の音楽がかかってるより聖子ちゃんとかかかってた方がなんとなく聞き流しやすいし、ちょっとそれを話題にも喋れるみたいなさ、なんかそういうことがやっぱりそれが癒しじゃない、うん、だから落ち着いて飲めるっていう、ジャズバーに行っても落ち着けない人は落ち着けないし、うん、好き嫌いがさある人っているじゃない、うん、ない人もいるじゃない、え、何がかかっててもあんまりそんなこと気にしたことがないっていう人もいるし、うん、いや音楽だったら何でもいいじゃないですか、かかってればっていう人もいるけど、あの選択肢が増えたり、なんか圧倒的に何かが流行ってる時のものであれば大方の人が喜べるっていうものがさ、うん、今みんなが見るっていうものがテレビじゃなくなってから、うん、その全員が知ってるこのバンドは好きだけど同世代のバンドが全部好きなわけじゃないとかさ、バンドブームって言った時はもうバンドばっかりテレビに出てて見てたわけじゃない、その世代ガチッといたから、うん、それで商品として、まあ、今何でも並行して共存してるんだけども、うん、タイはすごくそれぞれちっちゃいでしょ、聞かないだけでさ、うん、聞くといいなっていうのがあるんだよね、うん、本当、うん、こんなの今やってる人いるんだって、うん、ラジオとか聞いてると思う時あるもん、調べてさ他の曲の人あれすげえなって、うんうん、だからフェスみたいにさ回転寿司じゃん、美味しいとこラルガさん好きで、うんうん、そんなにそればっかり食べなくても大丈夫ですよっていう、あれにが今っぽいのかね、
確かに知ってる曲も知らない曲も2時間同じ人でっていうよりは、うん、なんか知ってる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 って、音楽もこの曲好きだけど同じバンドの他の曲知らないとか、うん、もう曲一つ一つでダウンロードしたりとか、まあ、でもそれは多分ね前もそうだったんだと思うよ。なのかな。アースウィンド・アンド・ファイヤーで、うん、多分普通9割ぐらいの人は3曲くらいしか知らないんじゃない。確かにブギー・ワンダーランドとセプテンバーとファンタジー、ファンタジーとその3曲知ってれば大体、まあ、知らないことにはなんないじゃない、うん、やっぱりアースウィンド・アンド・ファイヤー、クール・アンド・ザ・ギャングだとちょっと、うん、もうちょっと知らない感じになるんだよ、何歌ってた人って。確かにリック・ジェームスになるともうちょっとなんだか分かる、うん、え誰だっけって。そんなにみんながディスコに行ってもみんながさその、うん、聞きたくて行ってるとかさ知りたくて行ってるわけじゃなくて、楽しいから行くとかさ踊りたいから行くとかあるし、人とコミュニケーションするために行くとかあるから。確かにね、もうシックなんていうとルーフリークルぐらいしか知らなかったりするし、どんだけあのじっちゃんがね他の人の歌までやって本当に大変な人だよなあの人。普通にまだもニコニコしながら出てきてやるからすごいよねあの人。あのサンプリングはさちゃんと契約すれば儲かるよね。ジェームス・ブラウンのは最初しなかったのってね、いいよって、うん、なんだか分かんないけどやれや、それは性格的にはもうあるだろうし、ゲラッって言っちゃったからみんな使うけど、まあ、そのせいでうまくいった世の中になったのかもしれないけど、うん、あの人がそれ解放してくれたからっていうのがあるかもしれない。あの当時の向こうのショーバンドみたいな、うん、アースもそうなんだけど基本的にお金にはうるさいんだけど、うん、日前以上のものを求めないっていうか、はあ、あいいよいいよ使って、スーパースターじゃないからな、そう、そう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 、なんていうの、値が良くも悪くもドンバーな感じなんですよね。あのスーパースター、スターみたいなんじゃなくて、いや俺ら雇われのバンドだからよ、キャラさえ払ってくれれば個人のホームパーティーでも、そうだね、フルメンバーで行くよみたいなね。なんかね、その90年代にアメリカにいる頃、お店にディスコでかいクラブに明日がザップで今日はギャップバンドでなんとかでみたいな、そのなんとかウィークみたいな時、うんうんうん、ちょっと料金がギャッと上がってみんなも綺麗な格好していくみたいな、こんなに毎日見えんだなって思ったもん、うんうんうん、その時、うんうん、日本でそのラインナップやったら一体いくら、そう毎日コンサート行ったら大変なことになるでしょ。でもコンサート代じゃないから、うん、ただその大体そういうのはさ、コピーバンドは、うん、白人っぽいところにもいる、うん、出るんだけど、っていうかほとんどなんだけど、あざとい、うちらみたいですね、うん、本物が出るところってちょっと夕食系だから、うん、なかなかね、場所もなんだし、店内もなかなかなんな雰囲気で、うん、もう全体乗ってくると、うん、やばいなっていう、乗ってきた時のこに飲まれちゃうっていう、うん、こっちが見てるものに入り込めないぐらい、うみたいになってきて。ね、でもそれが本来のエンタメというかショーパフォーマンスの力みたいなもんだとは思うけどね。そう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 、うん、フランクシナトラが何だろうな、うん、酒飲んで、うん、危なっかしい感じで、うんうん、ね、でもさそういう人はさそういう風になりたくて、ジン・シモンズさんもさ、うん、そういう世界にいるんでさ、なんかやってさ怒られるっていうのはもうやってる意味がなくなっちゃってるよね。ちゃんとしろよみたいな、うん、えちゃんと済んだら会社員になったでしょってそんななんか、うん、なんてやってたらさ、うん、なことやってるんだけど、まあ、ちょっとジャスティン・ビーバー君とかさクラブ行くとさ、こんな連れてたとか、あーやられて、だっていいじゃんモテモテたもんってそうなりたくてこの子一生懸命やってなったんじゃないって、うん、あの人がなんか1万人とか平気で言ってたよ1万人ってかーやっぱり世界のスターは違いますねみたいなみたいな話はさ、きっともうすげえ怒られるでしょ、うん、NHK のインタビューで言っちゃったら、うん、まあ貧しくありますね、不謹慎な、ここはやめときましょうってカットになりますね。俺はそれがやりたくてさなったんだよねなんて言ったらさ、でも絶対ヒップホップのアメリカの人ってさ大方最初の頃そんなことしか歌ってないじゃない、うんうん、でっかい車に乗ってでっかいケツの女に乗っけて俺もでっかくなるんだぜでしょ、だんだん立派になってきてこの社会のためにみたいなふうになってくるけど、まあそれは成長だからいいんだけどさ、怒られるのはどうなのかなだって一生懸命もうかわいそうなとこの人がさここまで来たのにそれやってるからって、日本はもう特にそうじゃない、
なんか派手な今多分ことを街中でやったらなんか怒られるよ、ね、まあ、叩く炎上しますね。なんで怒られるのか分かんないでしょ。ダルビッシュがどうしたっていいじゃない。